はい、中年オタッキーです。いつもはね、写真関係の、動画を配信しとるんですけども、今日はね、年末に差し掛かってきて、まあ、すでにね、帰省のね、車がボンボン出始めてますんで、もうちょっとしたらね、渋滞が始まるシーズンになりますけど、その渋滞をね、いかに乗り切るかっていうね、コツというか、テクニックを、伝授したいと思います。プロドライバーからの視点、でその後半はね、その何て言うんですか、事故をしないように走るにはどうしたらいいかとか、まあその辺をね、お話したいと思います。それでは本編スタートしてまいります。はい、年末年始ね、車で帰省するっていう方もね、日本全国たくさんの方がいらっしゃると思います。で、今日は主にね、東京から西、の混雑するポイントについて簡単に、説明していきたいと思います。高速道路とかはね、普段から利用されている方はね、もうこういうのをね、目に、されてると思います。これ渋滞予測ガイドって言ってね、年末年始のね、で、まあ、これを見てもね、多分いまいちピンとこないと思うんですよね。じゃあどうなのっていう話で、渋滞するから我慢しろっていうのっていう、言うにしか見えないんですけども、その渋滞を回避するには具体的にね、どうしたらいいか、ということで、僕らプロドライバーの視点から、見ますとね、キーワードは5時です。朝の5時、まず帰省するときですね。要は、東京もしくは大阪とかから田舎に帰るときですね。朝の5時がキーワードになります。まあ、東京でまず説明しますね。ちょっとこれ手書きになるんですけどね、東京からね、まあ、東名とか中央道、関越道、東北道、まあ、磐越道もあるんですけど、磐越道はちょっと私ほとんど走らないんで、ちょっと割愛させていただきます。これ東名のね、まあ、このラインね、これはね、今現在ね、首都圏中央連絡道かな、圏央道って略して圏央道っていうのが走ってます。このラインをね、朝の5時までに超えるっていうのがね、一つのキーワードになります。まあ悪くとも5時半ぐらいには超えたいです。6時になるともう結構渋滞始まっちゃいます。でね、これはもちろん、何事も起こらなかった場合で、事故とかが起これば、まあ別なんですけども、交通量が増えますと、事故の確率もどんどん上がりますので、やはりね、5時半までには最低でもこのラインは抜けたいです。ということは、例えば28日の土曜日に帰省される方であるとするならば、27日に仕事が終わって帰宅しまして、もうご飯を食べてお風呂入ったらすぐに寝ると。で、まあ、8時ぐらいに寝ると、朝3時まで寝ても、7時間寝れます。で、朝3時に起きて準備して、まあ、東京の練馬とか、まあ、あの辺を、4時に出発したとすると、だいたい1時間ちょいぐらいでね、厚木とか八王子とか、関越だったらね、鶴ヶ島、川口ですか、東北道だったら川口、まあ、この辺をね、超えれてくると思います。1時間でね、まあ遅くともね、4時半出発を目指しましょう。ね、そんなに早く起きれないよっていう人は、ちょっと回避する手段っていうのがないです。渋滞にはまってしまうことになります。で、大阪の場合もね、似たような感じです。これ大阪、まあ略図ですけど、大阪の場合はね、まあ名神で滋賀方面に、下る方と、中国道を利用して西に下る方が多いと思います。で、渋滞名所で言ったらやっぱり名神の場合は草津ジャンクションになりますね。で、中国道はね、宝塚を先頭に非常に混雑します。で、僕らはもう特に宝塚、を超えるのがやっぱ朝5時だと。宝塚を5時、まあ草津もおそらく5時、朝5時に抜ければ大丈夫なんじゃないかなと思います。でちょっと今回ちょっと名古屋は割愛してますけども、名古屋の話もちょっと出しますけど、でこの東京を例えば出発して、まあここをその
5時に抜けたよと、例えば、静岡方面に、向かう方ならまあそれでいいんですけども、あのもう広島とか九州まで下っちゃうっていう人は、ここを5時に抜けても名古屋とか大阪で渋滞に引っかかっちゃうじゃん。まあ実際にそうなんです。激烈に渋滞します、ね、名古屋も大阪もね。でこれを回避するポイントはね、もう遠回りするしかないです。もう遠回りしてもね、全然早く着きます。これもうざっくばらんな地図なんですけども、ここ東京ですね。で名古屋大阪と、普通にね東名とか中央行くとね、もう名古屋とか大阪を通らざるを得ないんですね。でもう名古屋なんかももうめちゃめちゃ混みますし、もう大阪もね、吹田ジャンクションとか、まあ、新名神ができたんで多少は緩和するでしょうけど、草津ジャンクションあたりガッチャガチャに混むと思います。でそれを回避するためにはこの北陸道を利用するのがベストです。僕ら実際にやってます。年末下る時なんかね、28日に下ることも結構あるんですけど、もうね東京にいたって北陸道を通っちゃいます。北陸道を通って、北陸道途中から名神に下るんですけど、これ行かずに今舞鶴若狭道っていうのが通ってます。これ対面通行なんですけどね、事故がない限りはまず渋滞しない道路です。で東京出発してだいたいね、群馬スタートで舞鶴若狭道でここまで抜けるのに、順調でこっちに抜ける、こっちから抜けるよりプラス2時間なんです。トラックの足でね、2時間20分ぐらいかな。だからまあ群馬だったら東京から1時間ちょいなんで、まあそうですね、3時間半ぐらいプラスになるんですけども、渋滞にはまる時間を考えたら全然こっちが早いです。で、東京を出発して、朝の5時に、まあ、鶴ヶ島もしくは、高坂のサービスエリアを通過、するとだいたい順調にね、北陸道に流れ着くと思います。で北陸道ちょっと距離が長いんですけども、渋滞が、まあ、ほぼ渋滞が発生しませんので、快適に走れます。で計画通りに走れますんでね、特にやっぱそのこの東名名神ルートは非常に事故が多くなります。そんなわけでね、超長距離を走る人は、北陸道がおすすめです。で名古屋の話がようやく出てきますけど、名古屋から大阪もしく大阪のより西に走る方、この方もね、北陸道を利用するのがポイントになってきます。名古屋からね関ヶ原を回って北陸道でね、敦賀の方に抜けるんですね。で敦賀から舞鶴若狭道に入って西に抜けると大阪京都の渋滞を回避することができます。ちなみにこれ順調で名神を通った場合と北陸道から舞鶴道を通った場合、名古屋スタートで、だいたいトラックの足で1時間15分から1時間20分です。だから乗用車だとねプラス1時間でその大阪の先、神戸になりますね。神戸のあたりに抜けてきます。で神戸のあたりのジャンクションがちょっとややこしいんですけども、それはカーナビとかに引っ張ってもらえばいいと思います。こんな感じでね、遠回りをする、回り道をする、というのもね、この非常にね渋滞が激しい時期のねポイントになってきますんで、他にもね、例えば、本市道路とかね、そういうのでもね違う道を走る。例えば本市道路は本市道路乗っかんなくて青壇三原とかで降りて、西側のね県道を走るとかね、そういうね回り道ルートとかもありますけど、まあ、その辺はねちょっとあんまり長くなるんでね、割愛させていただきますけども、まあ、こんな感じです。ただね、この北陸道なんですけども、まあわかると思うんですけど雪が降ります。残念なことにね、この北陸道も舞鶴道もね、大雪の名所です。そんなわけでね、装備がしっかりした車、あと確かな運転技術がある方にしかお勧めできないのが残念です。雪道慣れてる方ね、もう距離長いですからね、こっち回るとねもう、東京から神戸までで、800キロ850キロぐらいになっちゃうんだね。でそれの大半が雪道になったりすることもありますんで、まあ
運転技術は確かな方、ちょっとタフな方になるかな、雪が降ってる時はね。雪が降ってなかったら全然普通に走れます。はい、今日のね、渋滞回避テクニックというかね、ちょっと考え方ですね。まあ東京でも大阪でも、まあ名古屋でもそうですけど、朝の5時が、ポイントになってきます。5時を回ると混んでしまいます。はい、そんな感じで、渋滞回避の、方法はまあこんな感じで、高速道路のね、パーキングとかでね、これ、もらってきてね、その勉強するっていうのもね、一つの手です。ではね、ここからはね、事故をどうやって回避するか、というポイントですね。事故を起こさない走りっていうのはね、もうここではね、自分技量しかないです。まあ例えば一般的なドライバーの方で車に乗ってる方、だいたいね、年間1万キロぐらいの走行距離の人が多いと思います。1万キロ前後ね。でもね、1万キロ前後ぐらいの経験ではね、高速道路をね、自在に走るっていうのはちょっと難しいと、私たち的には考えてます。プロドライバー的にはね。やっぱ3万キロ、4万キロぐらい乗ってる人になってくると、高速道路もね、慣れてきてると思うんですけども、1万キロ走行ぐらいの人だったらね、そんなに頻繁に使わないんで、もう前回高速乗ったことのこととか忘れちゃってるんですね。で、自分技量ということで、まあ、例えて言うならですね、まあ、僕ら高速道路を走っててよく見かけるのが、パーキングとかそのインターチェンジで合流に孫ついてる車ね、加速車線でね、どうしようかどうしようかってブレーキ踏んでるような車が、合流した途端にいきなり右にウインカー出してね、追い越し車線ビュンビュン走ってるんですよ。もう、キチガイし、僕だから見たらもう、キチガイですね。お前、下手くそやんかって、明らかに下手くそなのに、もういきなり右にウインカー出して追い越し車線走ってるんですよ。もう、10年早いよって感じです。スキーに例えるならば、暴言やっとできるようになったっていう子が、いきなり山頂行きのリフトに乗っかるようなもんですよ。とりあえずね、合流もできないぐらいの技術の人はね、慣れるまではね、ちょっとおとなしく走った方がいいと思います。で、もう本当にね、この時期になったら本当によく見るんですけど、ひらがなのわっていうナンバーがついた車がね、俺は運転うまいんだぜみたいな感じでビュンビュンジグザグ走行してたりするんですけど、まあ、わがつくナンバーはレンタカーなんですけどね。レンタカーに乗ってる人はね、多分ね、9割くぶ下手くそなんですよ。だって普段車に乗ってない人なんですよね。車借りてきてるわけですから、おまけに自分の車じゃないんで慣れてないですし、まあそんな感じでね、そういう車がね、よくね、もうビュンビュン飛ばしてね、事故してるのよく見るんです。それもぐっちゃぐちゃになってるんですよね。もうね、血まみれになってたりするんですよ。一般ドライバーの人たちっていうのはね、なんでそんなことができるか、無謀な運転ができるか、これね、事故が起こった時にどんなことがあるか知らないんですよね。どんな悲惨な目に遭うのか知らないんです。だからね、無謀な運転もできるし、スマホを見ながらね、運転もできたりするんですよ。以前のね、アップした動画にもそうですけど、スマートフォンをね、見ながら運転するっていうのはね、目をつぶって運転するのと同じなんですね。だって前見てないわけですから、試しにね、1秒ぐらいね、目つぶって運転してみてください。めっちゃ怖いですから。でもね、スマホだとできちゃうんですよね。スマホの画面に集中しちゃってね、他のことはもう忘れてるんですよ。で、気がついたらガーンってぶつかるわけなんですね。事故をするとね、本当にね、簡単に人が死にます。人を殺しもします。で、何よりね、年末年始とかね、帰省っていうのは、自分にとって大切な人をね、乗せて走ったりするわけなんですよ。そういう状態でね、そんなね、軽い運転、重い軽いっていうんですけどね、軽い運転でね、後悔ね、させたくないんですね。だからこういう動画、ちょっと僕今日本当にね、時間遅れてて苦しんでるんですけど、今作っとかないとちょっと目に、みんなの目に触れないなと思ってこれ作ってるんですけど、事故を起こしてほしくないし、死んでほしくないんでね。だから、今日のね、動画、渋滞回避のテクニックもそうですけど、自分技量で走る。自分のね、身の程を知ると。自分は、年1万キロぐらいしか走ってないんだから、もう初心者同然なんだと。何十年乗ってても1万キロぐらいから走ってない人はね、初心者同然です。僕らからすればね。僕ら年間20万キロぐらい走りますから。で、僕、トラックだけでもう300万キロぐらい転がしてます。
で300万キロって言ったらね、年間1万キロ走る人は300年かかる距離なんですよね。で、まあ僕運転技術は大したことないんですけども、一般ドライバーの方を見ると僕らからしたらもう気違いに見えます。もうとにかくね、事故を起こしてほしくないです、死んでほしくないんでね、あのこういう動画を作りました。ね、ちょっとでもね参考にしていただいてね、ね、事故、悲惨な事故をね防げればと思います。はい、今日の動画はねこんな感じです。カメラの動画ね、作ろうと思ってるんですけど時間がないんでね、また、明日作れるかなちょっとわかんないけど、カメラの動画も作っていきたいと思います。はい、それでは年末年始ね、できれば公共交通機関を使いましょう。はい、以上です。安全で ね楽しい、年末年始を送っていただけたと思います。で、Uターンラッシュのね、話はちょっと割愛しましたけど、Uターンラッシュはね早い時間にね、帰ってくるのがポイントになりますんでね、夕方から夜中が渋滞しますので、東京とかね大阪の周辺をね、だから早い時間午前中に帰ってくるような、運行スケジュールで、運行すればいいと思います。はい、それでは次の動画、またカメラの動画になっていくと思いますんで、チャンネル登録ね、この辺に出てきますんで、チャンネル登録、していただけたらと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、最後まで見てくれてありがとうございました。